若香薫子明治14年10月11日は幕末から明治初期の女流艦学者。尊能運動家としても著名で、後に一条、吉子の学問師範を務める。郷は明。杉本園子の小説、明という女の主人公でもある。実家の若江家はもともと菅原市出身の同情の国であったが、戦国時代の混乱のため絶景し、江戸時代になって、 徳川家光からの失踪により再興された。しかし、ご水の委員の直感で、道場家からは転落、以後は江戸時代末期まで伏見の宮付天上人を務めた家柄であった。さらにその後も後継者たる男子に恵まれず、再興後も三、四五、八、九代が竹から養子相続であり、薫子の父、両長も西木工事家からの養子で、 カオルコも三人姉妹の次女であった。若江家の八代当主、若江領長の次女として、誕生、幼名は、フミコであったという説もある。幼少時から学問好きの再演として、公家社会の中では、有名人であったが、一方で野暮で、理屈っぽい仕込めとして避けている人も多かったようである。早くから岩垣月衆文化生となり、漢学に、修熟十五、 6歳の頃には、京市百科を、監読、数年後には、文天章の著書、指難衆の釈議を書いて、周囲を驚かせたと言われる。その最女ぶりが、九十に聞こえるところとなり、慶応三年八月九日には、明治天皇女王となった一条、吉子の学問師範に抜擢される。この時の教育ぶりについて、後に、昭憲皇太后は、 厳しい教育に泣きそうになったこともたびたびであったが、自分の学問は顔うる子に追うところが大であったと回想している。明治維新後は、皇后付長官として、政治的にも絶大な発言力を誇るようになり、原白書を多く書いたことから、原白女とあだなされるまでに至るが、儒教に根本を置く彼女の理想は、欧米文化を重視する新政府の方針と対立することが多く、 次第に新政府要人から警戒されるようになる。明治2年に東京戦都に反対する建白や横井湘南を殺害した戸津川郷氏の除名単元を行い、新政府の不況を買い、三代を禁じられる。さらに、明治5年に父、領長が死去、休養死に迎えられたのりただとの不仲のため、ついに家を追われる。 その後は門弟を頼りに西国を転々とし、滞在先で不動を抗議するルローの生涯を送り、八百八十一年、滞在先の香川県丸亀にて死去。墓所は、玄華なめ西園寺。ン九百二十八年十一月十日、生前の功績により聖萌位の息を送られた。谷森義富の次男、立ッが十歳の時、若江家を訪問したが、薫子の妹は、 髪の毛はおすべらかしに夕焼けみなりはきちんとしていたのに対し、カオルコは髪の毛は束ねただけ、父、領長と議論ばかりしている女性であったという回想を残している。また、夕食古実研究家の井の熊夏つの妻もカオルコの議論隙に巻き込まれて並行していたという。松田、2008、中宮のお月のご女中にて、若えと申す夫人には稀なる学者にて、しきりに、 外国のことを生き通り上書などもこれあり、上位説最も盛ん間に、陳論の言う、木戸高義発、岩倉智宮手書状。ありがとうございます。